黒い牙の後を追い南へ向かう一行。本当に後追ってるわ。完全に消されたかに見える痕跡をリンは確かな足取りで追跡する。強い。その痕跡はベルンの険しい山頂へと続いていた。山の頂上付近には季節を問わず雪が残っている。うちの実家じゃん。そこまで雪残ってないな。眩しい照り返しの中、エリュートたちの目の前に古めかしい城が姿を現した。そうなんだ、お城だ。あれ？っていうかこれもう本拠地じゃない？あら、あら、終盤ですか。闇の白い花。ほん。あれ？音楽が。ここまで来て奴らも油断したようね。いつもの建物だ。よくわかんないでかい建物。雪の上に足跡がくっきり残っているもの。へへ。リンディスのおかげだな。すごいよ。そうでしょう。うちのリンちゃんは。ふふ、どう？ヘクトル。ライバルし。ああ、見くびってた俺悪かった。わかればいいのよ。そうよ。目の前にある砦が多分彼らのアジトだ。そうだね。早速忍び込んでみましょう。忍び込んでみた。おう、任せとけ。そして YouTube にアップしよう。どうして二人ともあんなに楽しそうなんだ。 YouTuber だからだよ。わ、雪降ってら。さて、忍び込んではみたものの、早い。なんか複雑な砦だな。かすかにだが、人の声が聞こえる。あっち、行ってみましょう。積極的。マーカス、ニニアンたちと一緒にここで待っていてくれ。そうだぞ、マーカス。いつでも脱出できるよう見張りも頼む。は、お任せを。マーカスに頼むのはめちゃくちゃ安心だわ。お。お、ミトコンが真ん中を陣取ります。そしてこの陣形、テトリス。あ、本当？私に仕事くれるって本当なの？お母さん。そう。そう、この前ちょっとスルーしちゃったけど、ソーニャの娘なんだよね。このニノちゃんはさ。なんかこのソーニャっていう人人間じゃないのかと思ってたけど。ベルン国王の依頼よ。国王の？そんなすごい仕事は、私に？ソーニャ、わしは反対だぞ。出た、キズおじさん。こんな小さい子にそんな危険な仕事を。そうなんだ、小さい子なんだ。父さんなんだ？そうね、本当ならあなたの息子たちがやるべき仕事よ。え？どういうこと？だけど先日の報告以来どちらも姿を見せない。あれでしょ？マリアとルイージのことでしょ？違うの？ロイド兄ちゃん、ライナス兄ちゃん、あれ？血がつながってるのかつながってないのかわからないよ。だから私の娘にやらせるの。いくらあなたでも文句なんて言わせないわ。ちょっとわかんねえな。あ、父さん、血がつながってるとしたら兄弟たちには血縁関係を教えてないとか。どういうこっちゃ。それより仕事の話よ。ジャファル出てきなさい。あ、ジャファルだ。ジャファル、怪我してたじゃない。あ、あの男、竜の門にいた。バレちゃう。ネルガルのテストだ。間違いね。ジャハル、起き上がって大丈夫？傷は痛まない？優しい。愛想のない男、まあいいわ。お前、国王から来た依頼の内容は聞いたわよね。王子、ゼフィールの暗殺。え？王子？国王は王子を暗殺しようとしてるの？そうだったね。どうして？親子なんでしょ？あ、ここで親子問題。ニノ、うるさいわ。あ、母さん。ごめんなさい、お母さん。ジャハル、その仕事をニノとお前に任せるわ。あら、本気か？危険な仕事ですよ。本気よ。この子にも私の娘として早く一人前になってもらわないとね。やめておけ、こんな子供には無理だ。そうだそうだ、お前がついていれば問題ないでしょう。嫌だと言わせないわ。ここには恩を売っておけと、ネルガル様からのきついお達しなのよ。あら、ちょっとやばいわね。ニノ、失敗したら分かってるわね。ええ、あ、うん、かわいそう。詳しい話は道中聞かせるわ。仲良しか。仲良しだな。ちょ、見える見える見えるよ、ケネス。はい、ソーニャ様。狩猟は？さっき部屋を出て行ったけれど。そのままヤンを伴い外へと向かわれました。ヤン、どういうつもりかしら。まあいいわ。
ではケネス、お前に留守を任せます。なんか意外とソーニャって人は人間っぽいというか、浮世離れしてるかと思ったけど、ちゃんと人間してたわ。言っちゃった。絶対見えるわ絶対に見えるわよ。まさか本当に王子を殺する気なのか。よりによって実の親の依頼かよ。信じらんねえな。エンブレムは王子が王位を継ぐために必要なんでしょ。エンブレムが戻っても王子がいないんじゃ意味ないわ。暗殺を止めよう。あのニノという子なら話をすれば分かってくれそうだ。やっぱりキャラグラ的にね。ジャハルって男は厄介そうだけど、それしかないわね。ジャハルも分かってくれんじゃん。ジャハルも分かってくれるよ。そうよそうよ。わあ、出た。こんにちは侵入者の皆さん。お、 YouTuber か。私たち暗殺者がダチトに忍び込まれるなんて笑えない話ですよね。笑っとんじゃねえか。でも外には出しません。ソーニャ様から留守を任されてますからね。あなたは聖職者の身でありながらなぜこんなところに。神ですか。え、怖。あなたたちまだそんなものにすがってるんですね。え、レーガル様に会われたんでしょ。だったら分かったはずだ。あの人が神だって。神なんて人間の弱さが作り出した偽物だと。神がいるとすればそれはネルガル様だけです。わー、厄介な人だバカなっつってエリエット、こんなやつに構え必要ね。さっさと出口を。ダメだ、変な結界ができてて外に狙えないよ。変な結界。あの人です。今目の前にいるあの人から邪悪な波動がすごいな、中二っぽいな。人がもがき苦しむ様はなんとも美しいものです。やばい人だ。めっちゃやばい人に捕まっちゃった。ゆっくり見物させてもらいますよ。消えた。大丈夫です、まだ近くにいます。そうなんだ、ちょっとずつしかワープできない。この建物のどこかにあいつをやっつけて結界を解かないと。そうだそうだ、このままじゃ外には出れないよ。ニニアンちゃんとニルス君が寒そうだよ。ミトコン、今の男を探し出しここを脱出しよう。わかった、指示を頼む。わかった。極座制圧です。そういえばあれしてないな、会話してない。会話結構したいのにな。攻略占いだよ。占うよ。ニルス君のドキドキ攻略占い始まるよ。雪が降ってる。建物の中から普通な、建物の中なら普通に動けるけど、外はとても動きづらそう。わかる。空を飛ぶものがいると良さそうだね。なるべく守備力が高い人を連れていくといいみたい。あと遠くからでは魔法で攻撃をしてくるものがいる。気をつけてね。気をつけるよ。気をつけますよ。守備力か、攻撃力。エリウッドだけか。エリウッド何持ってんだっけ。それなんか誰かに使えるって言ったな。でエリウッドは使えないんでしょう。リンちゃんなら使えるとかそういうことではなく、リンちゃん、あ、使えるよ。あー、そういうことか。いや、選ばれしたわ、リンちゃん選ばれてるわ。え、ちょっと待って待って待って。あ、でもヘクトルは10レベじゃないんだよね。え、でもリンちゃんのためにあるようなものじゃん、こんな。クラスチェンジこれが欲しかった、これが欲しかったんだよな。てかもう一個刻印あるよね。あら、リンちゃん髪伸びた。なんだろう、結ぶ位置変えたのかなブレイドロードだ。やったー、これで経験値が無駄にならずに済む。え、弓使えるの、リンちゃん。すげえ、すげえな。じゃあさ、弓、あー、銀は使えないけど鋼使えるんだ。めっちゃ強え。リンちゃんマーク2って感じだよなどういうことで、あれ、刻印さ、刻印なんかもう一個あったよ。誰持ってんだっけ。なんか全然関係ねえ人が持ってた気する。あ、いた、お前だそう、そうなの。エリウッドが使えるのかな、どうだろうかな。あ、使えないんだ。ヘクトルかな、だったら。じゃあまだ預けとこ。よし、じゃあなんやかんや整理した後に行きますか。これで行くぞ。よし、普通
つげき。つげきじゃい。あ、誰もなんとも言わねえ。誰もなんとも言わねえな。ワレスさんを連れてくれば多分、ミトコン殿みたいなこと言ったかな。どうかな。宝の鍵。え、宝ある？ここ。え？あ、ある。宝めっちゃある。ラグルトさん連れてきてないけど。そうか。あ、全然動けない。本当だ。ということは、この人も動けないな。なるほどね。じゃあ、誰かを残して、ここにいれば大丈夫。イサドラさんと、オズインに任せるか。で、上に行くか、あそこに行くんでしょう？こっちからだと、ドアを開けなきゃいけないな。ただこっちからだと、狭いから魔法をめっちゃ撃たれるということだと思うんですよね。思うんですよね、私。というわけで、みんなで盾になって進もうかなって思います。みんな、2列に並んでください。待機列は2列ですよ。ミニアンちゃん、まあ、いっか。待機列は2列ですよ。飛んでくるよね。よし、来た来た。おっと。おっと、マリナ。あ、本当にすごい距離で来るじゃん。ひー。あれ？ヘクトル、次のターンで死ぬのでは？大丈夫？死にそう。あれ？ちょっと待って。おい。なんだよ、それ。ちょっと、何もせずに死んだ。このマシをここで出撃させるとは、さすがはミトコン、アナドレンやつよ。矢の攻撃などは死には効かん。そうだよね。だって防御力が強い人を連れてくるといいって言ってたから。そしたらそうなるよね。そうだよ。そうよ。この人たちめっちゃ厄介。サンダーストーム。あれ？サンダーストーム？こっちか、もしかして。サンダー。あれ？あれ？さっき、サンダーストームと何でやられた？サンダー。遠くからの攻撃って、あれ？あ、上だ。上の人だ、多分。あれ？違う。あれ？ここか？サイン。あ、そう、パージでやられたわ。パージと、ここが強いのね。相当離れててもいけたからな。だとしたらもう下から攻めで行く方がいいのかも。このマリナスはいいから。当たんないから。それ幻覚だから。いやー、サンダーおじさん。この辺まで来ると多分、向こう側も攻撃できるんだよね。いやー、雪降ってきたわ。あれ？誰？ここ。ふっ、良い風だ。これから始まる宴にふさわしい。え？待って、全然誰のあれかわかんねえ。カレルさん？ソードマスターカレルだわ。この人何？仲間にできんのかな？気になる。超気になる。とりあえずこいつを殺すでしょ？でもさ、あれなんだよな。なんか、そうなってくると、なんだよ。何落としたか忘れちゃった。おいでー、カレルさん。話しかけます。こんにちは。あなたは？カレル。あ、そうですか。あなたも黒い牙と戦ってんですか？黒い牙とやらに使い手が集まっていると聞いた。使い手。その者たちと勝負する。何か訳があるんですか？私は剣に生きる身。他に理由はいらぬ。君は、え？なかなかいいな。だが、まだ伸びる。なんだよ。よかろう。私は君に加勢しよう。やった。僕たちは仲間に加わってくれるんですか？でもどうして？君はいずれ名の知れた騎士となる。
こんなところでその技失うには惜しい。もっと強くなってもらわねばな。私はその時を楽しみに待とう。なんだ、ただの変態か。ただの変態出会いで言うと。やめな、考えるのはよしな。よし、よし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 、来てるぜ。来てるぜ。マーカスとイサドラさんに乗せてラグルトとエリウッドをここまで連れてきた。もう勝ったな。あいつは一応結構届くけど、あれだし。ウセアさんがまず回復して、万が一の時のためにまず回復して、これでどう、これでどうよ。あ、なんかこっち来た。何？何のために？あとはね、問題なのはボスを誰で倒すかなのよね。ボスが強えのよ。必殺、もしかして絶対出しちゃうマンかもしれない。そしたらこっちもめっちゃ必殺が高い人で、行くっきゃねえのよな。この攻撃何なの？イクリプスって。全然当たんないんですけど。ていうか、ここのドアさ、開けなくていいやつだった。なんでここ開けようと思ったんだろう。よく見たらフェイクじゃねえか。フェイクだよ、こんなの。よし。よし、必殺で、殺していき。ラスがいてくれて本当によかったよ。で、次の雪が降るときにカレルさんが出てくるんだから、すごいかっちょいいけど。次の雪が降るとき、あの男は現れる。痛い。よーし。そんでもってもうこっちにドラゴンが出てこないはずだから。こっちはもうこれでいいわな。あれ、ワレスさん誰持ってる？ん？あ、ヒース持ってたのか。危なかったからか。でも出さなくてよかったな。ヒース出さなくてよかった系だな。よし。こっちはじゃあこっちで倒しちゃおう、ホークアイが。そういう係に任命する。よし、そんでもってね。そんでもって、リンちゃんに弓持たせてみたけど、使えるわよ。リンちゃんの弓めちゃくちゃ強い。なんか思ったんだよね。アプリの方で、リンちゃん弓持ってたから。弓持ってるバージョンのリンちゃんもいたから、なんだろうと思ってたら、こういうことだったんですね。よっしゃー、ラガルトさん。開けちゃって。よし、これで、勝ったぞ。へっへっへ。これで勝ったも同然だぜ。ホークアイ、行ってくれ。銀の。どうよ。どうなのよ。一回行ってみよう。意外と頑張りますね。避けられた。これが必殺？必殺じゃなかった。絶対必殺ってわけじゃないか。怖っ。そうなんだ。絶対必殺ってわけじゃないなら、命中66。一応、避けるね。いやー、怖っ。よし、ナイスナイスナイス。めっちゃ避ける、この人。何この人。そういう人？エリウッド。エリウッド。あ、レイピアはダメ。でもランスバスター。エリウッド弱。弱え。でも絶対必殺が出るわけじゃないんなら、カレルさんワンチャン。ワンチャンだな。あれか、命中が低いのか。そっかそっか。めっちゃ怖い。よし、当たった。当たったね。当たったよ。いや、めっちゃ怖いわ。めちゃくちゃ怖いわ。土着そ怖いわ。14×2。いや、必殺が高い。やめとこ。カレルさんがやると、必殺、5で出たの？さっき。運が悪かっただけでは？よかったー。必殺出たー。危ねー。
よかった。怖っ。怖かった。やりました。ふぅ。アルジロールもらったわ。強いんかな。はい、制圧。まあ、結果的にね、ラガルトさんを連れてくることができたから。まあ、良かったのかな。でも、そこまで欲しいものじゃなかったな。本当に恐ろしいのは、ネルガルの力に魅せられ、取り込まれてしまうことかもしれないわね。NHK の番組の終わりみたいなこと言ってる。あ、これ何かしら。え、何？まさか、ファイアーエンブレム？え、ファイアーエンブレムって、どういう形だったんだよ。ついでだ、もらっていこうぜ。せっかく取り戻したこれが、無意味にならないよう急がないと。やっぱりカセットの形してんのかな。エレット、これ以上長居は無用だ。わかっている。急いで、陸へ向かおう。何としても暗殺を止める。親がこの命を狙うなんて、そんなことあってはいけないんだ。そうだそうだ。お、あ、手はずはわかったわね。結婚は今夜よ。母さん、あのね、アーニノちゃん。ちょっとだけ、手を握ってもいいかな。アーニノちゃん。私が、そういうこと嫌いなのは知ってるわね。あら。うん。でも最後かもしれないでしょ？あー、だから、いいわ。あら。え？この仕事を成功させて戻ってきたら、手ぐらいいくらでも握ってあげるわ。ひどいこと言う。抱きしめて頭を撫でてあげてもいい。本当？だったら私頑張る。うわー、けなげ。ニノちゃんいくつだろう？このキャラグラで見ると結構大きく見えるけど。ちっちゃいのかな？絶対絶対成功させるよ。そんな子に暗殺をやらせるなんて。じゃあ気をつけていきなさい。これニノちゃんをおとりにしろって思ってんじゃない？行ってくるね。あ、ジャフルは少しお待ちなさい。今回の仕事のことだけど、なんだ？標的は王子と、あ、そっちか。どういうこと？王子暗殺、国王の依頼にはその後した始末も含まれているの。王子を失った事実が知れると、国中が大騒ぎになる。暗殺者を捕らえて、吊るさなければ。あー、そういうことか。騒ぎは収まらない。なるほどね。生贄が必要になるの。わかるでしょ。もう最低じゃん。ニノはお前の娘ではないのか？あんなクズどうでもいいのよ。なんてこと。まあ、あんなゴミでも使いようがあったってことね。うわー、ひどい人だ。大好きな母さんの役に立てるの、あの子も大喜びだったじゃない。実の娘なの？本当に。本当？何よ、何か言いたいことでも。てんてんてん。俺には関わりのないことだ。そうだね。ネルガル様が孤児のお前を拾ったのは、その非情な精神と剣の腕があってこそ。いやー、ジャファル。失敗は二度と許さないわ。覚えておくことね。いや、ジャファルどうすんのよ、あんた。うわ、マジか気になる。